リボルノ県は、イタリア共和国トスカーナ州の県の一つ。県とはリボルノ。トスカーナ州西部に位置し、テレニア海に面した県である。隣接する県は、以下の通り。ピサ県とは、北から東にかけて長い境界を接している。南西沖には位置するトスカーナ群島が広がる。群島に属するエルバ島、カプラーイア島、ピアノーザ島、モンテクリスト島。 コルゴーナ島もリボルノ県の所属である。2001年の国勢調査に基づく居住地区別人口統計によれば人口5000人以上の都市、集落は以下の通り。うちは所属コムネ名を示すが都市名と同一の場合は省いた。0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6チェイチナ008リボルの010011 ピオンビーの013014015016、ロジニアーノ・マリッティも018019020、リボルノ県には20のコムーネが属する。主要なコムーネは、下表の通り。左端の数字は、ISTAT コードを示す。人口は2011年1月1日現在。それ以外のコムーネ、及び面積等の詳細なデータは、全コムーネ一覧参照のこと。 右の地図中の番号は、コムーネの ISTAT コードした3桁を示す。下表に掲げた主要なコムーネのうち、地図中に名称を記さなかったものについては、番号を太字で示した。全コムーネ一覧左端の数字は、ISTAT コードを示す。人口は2011年1月1日現在。面積は2001年のデータで、単位は、軽平方メートル。 ありがとうございます。